こんばんは。今日は日頃の邪念を払うために整いに行ってきました。サウナ流行ってて、サカツ、サウナみたいな言葉あるじゃないですか。前まで他人の裸見ながら汗かくの、ちょっと理解できないなと思ってたんですけど、今ってプライベートサウナできてるし、行ってみたら商店できたし、元だより痩せれたので、行くの当たり前ですよね。嫌な上司の言葉とか、おじさんの理不尽な割り込み、赤信号に引っかかりまくったこととか、この世の嫌なことをべて滅却されてます。整いました。サウナと勝ててくず男との願い届きます。その心は、 どちらも冷めるまで待ちましょう。最高ですね。この世の全てが美しく見えてます。歩きながら月を綺麗だと思える。心の余裕が生まれましたね。あ、電車間に合わないのでガン出します。